よくハラスメントコーチだったんですその話し,しましょうかっておっしゃった時えっ、ー、と思ったんですがそういうことってよく外でお話になられるのですかほとんどしませんやはりあの自分の中で隠したいという気持ちもあったりもしましたし、えー、そういうことがやっぱり、えー、やっぱり頻繁にはですね 話せないという気持ちにつながっているんじゃないかなとは思うんですけどもまああの略歴はですねこのような形で元はですね、えー、私立高校の、えー、教員だったです、えー、その頃バレーボールのコーチもしましたそれから海外協力隊に行きましたそして1987年には実業団の女子のバレーボールのコーチということで赤の文字で、えー 記,記されている部分で私がハラスメントいわゆる力の指導に頼っていた時期がその時期に当たるということですで一番古いのは4番目の高校時代なんですね顧問の,の先生が、まあ、バレーボールの専門家じゃなかったので、まあ、生徒主体に運営をしていたと私はあの、まあ、リーダー的な立場にいたんですけど その顧問の先生から合宿の時に「お前蹴るの良くないよ」って言われたのを思い出してですねでその時のことは僕覚えてないんだけど多分後輩に対してなんかこういうことをやってたと思います私1959年昭和34年生まれなんですけどもうその頃は、えー、体罰横行の時期と言っていいのかな学校でもあのー 先生がですね生徒に対してありましたし、私も受けましたし、えー、というのがまあ日常茶飯事というような時代でしたから、これは1番目なんですけども、青年海外協力隊で外海外に行った時ですね、えー、ジュニアの男子の選手、殴っっちゃったんですよこれチュニジアという海外の選手、これ、JICA で青年海外協力隊で教えに行っ 赴任してすぐにですね合宿の担当担当責任者になってで、えー、まあ彼らを統括しなきゃいけないとで語学力もですねその頃はほぼもうあの不十分な状況だってうまく説明ができない言葉で <laughs> ということもありそれから この前に、えー、女子校の先生をしていた頃に強豪、えーまあ、校だったんですけど、まあ、バレエの講師だったんですけど、まあ、体罰とかっていうのがもう頻繁に行われてるとこ,ところだったんですね周辺の高校はもう、えー、何発殴った方が勝つみたいなそんな状況の、えー、ところでした。ので、えー 自分もの中にもそういういものがあったんだと思いますでそのチュニジアのコーチになった時にまあ合宿中、えー、練習じゃないんですけども合宿場の中で騒いでたもんですからでそれで,で、まあ、あのしつけのためにといいますか、まあ、こ統率するためにあの一番や,やかましくしても規律を守らない、まあ、殴っちゃったというのがあります。 でその時にだその男子の生徒から親にも殴られてない何でお前に殴られるんだとっていうようなことは言い返してきたように思います。で2番目が協力隊から帰った後にまた高校の、えー、今度は女子校ではない共学の教員になったんですけど、えー、担任した生徒職員室で、えー、殴りました。それから 女子のバレーボールの実業団のコーチセカンドコーチとしてやってたときに2軍の選手を指導するのを任されてたという状況になったときに、えー、後ろ向きな選手だったです。 まあ、担当してたあーコーチとしてピ、えー、ンターですね、えー、を張った覚えがありますまあ激励の意味もあったんでしょうけどもうその時はもう自分が、えー、興奮してますから突然死上ですよね、えー、怒っているという状況だったと思います、えー、僕はどちらかというとあの臆病なものですからただあの自分の性格としてあの切れるとですね あの劇場するタイプなんだ,だからずっと我慢してるところがあるんで一旦火がつくとちょっと止められないみたいなところがあったりですね、うん、あのまあ男の子の場合はもう、えー、ビンタじゃなくてのあのグーで行きましたから,からそういう意味で言うと悪かったなとまあまあ,あの、まあ、皆さんですよに対して本当に悪かったなという気持ちがものすごくわかります。 だからここにはうずきがすご,くすごくあって、30年経ってもですね、そういう意味で、買い込みの力、反省していると、じゃあな何か、何で返せるのかなというところを今もまあ探しているというような状況ではあると思います。加藤さん、現役の選手だった頃には、コーチの方からご自分は暴力は受けてらしたんですかはい <laughs> あ,のあります 顧問、えー、の先生とあと先輩ですね大学の時とかねありますしで結局なんか負の連鎖みたいなこれあの研究者の方も言ってられますけどやっぱりそうやって育つとこう連鎖するところあるような気がするんですそうすることによって、えー、他人をコントロールできるみたいなある意味優越感とか ある意味、糖水感とかっていうのがですね、自分の中にあったこととは否めないと思い思ますそういうものも含めて、そういうものを受けてきた、自分がコントロールされた、だから逆の立場だったらできるみたいな、その本能みたいなのが働いちゃうんじゃないかなっていう、自己分析。今、あの優越感とか、糖水っていう言葉がありましたけれど。 ここれはもううううちょっととと具体的に言うとどういうことですか結局あのいること聞かない生徒とか選手とかいるわけです。拒否するされるとか要するにその一生懸命やらないとかとかっていう場面になった時に一発加えることによってそれがこう変わると全然だらだらしてるやつがパチッといくことによってビシッとこうやって動き始めたりする。 ここういうことですね。それその当事者にいると、それが統帥下に結びつくというようなことだったように思います。ちょっと上に立ったというか支配的になるっていうことですか、ねう。あの今あの時代劇見てるんですけど、水戸黄門みたいな、はい、あの引導が出た時のあのあの状況です。うん 前回このスタディートークであの東京大学の東洋研究所の安富歩先生にお越しいただいたんですけれども。はい ラストミアユムさんはそのモラルハラスメントに関して、星の王子様におけるバラの花と王子様の関係であると、バラの花は王子様を支配しようとしたっていう、人を支配しようということがあのハラスメントのベースにこうあるんだろうなっていうのをすごくとても強く感じたんですよね。それは間違いないと思いますね。うん、要するにこう いいいいのままに動いて欲しいもんですから思いましたよくあのこの暴力とかハラスメントが一時的には効果があるという研究発表はされているように思います。はい、ただ、少し長いレンジで物事を見ると、その 常に暴力やハラスメントでコントロールされてきた選手というのは自分の力で考えて自分の意思でアクションを起こしてプレーすることができなくなるっていうそういうような形の報告は聞いているのですが加藤さんそれに関してはどのようなお感じになりますか指導者の言うことを聞くことが目的になってしまって、うん、で自分がその自動的に動くとか っていうことが、えー、許されないわけですからだからあの、まああのあちょっと口はばったくて申し訳ないんですけどもバレーボールのチームでも、えー、レシーブの形とかスパイクの形が全く同じようにどの選手も金太郎飴の,雨のに切ったような、えー、形になってたりとかまあ端的に言うと髪の毛の形。 形からお,おかっぱにしてとかですね。っていう、えー、チームがあー、よく私の時代はありました。これはもう完全にそのモールドには、が型にはめるといそうなるともう自分の考えじゃなくて、言われることをしっかりと守ることのみがですね、目的になると。まあでも強いところになるとそれ、そういうことをすることによって、 勝利というものが得られるものですから、逆にもうそのことを信じてしまうという、まあ、これちょっとあの資料を出しますけども、これあの、えー、その研究者、松田というんですけども、暴力・パハラ指導の温存・メカ技術って言ってですね、惚れ込み状態選手は掘り込み状態になってしまうというものを作ってしまうと。俺はコーチと選手、それからああのまあ、保護者。この 三者の中で惚れ込み状態がみんなでできてくるということですかそうなんです。あの選手は指導者に対して惚れ込むし、それから、えー、自分指導者は自分の体罰へのなんていうのか呪縛みたいなのにこう、えー、縛られて、もうこれでいいんだみたいななっている。 自分の子供が強くなったりとか成績を上げたりするということで容認するというこの,この三角形がですねえ温存してしまうとでこ,こ,これはですね体罰のする程度がひどいと言ったらいいんですがえこの状況になるとまあ,まあ常習的になってくるというふうに考えてます。 ちょっとこの指導者のところに書いてあることがとっても気になるんですけれどもパーソナリティ障害というのはこういうことですね内面にその、えー、自分の自己顕示欲が強いとか潔癖症だとか、まあ、そういうようなことで、まあ、それつながってるんですけど自己偏示を要するに自分が正しいとかもしくはこう自分が一番なんだとこういう傾向が強い人、うん、そういうことですね。で 過度の他人の評価を禁止する。なんて思われてるんだろう自分が。自分がやってるコーチングに対して、他の人はどう思ってるんだろう負けてしまった。俺は全然ダメだ。私はダメだ。が過度に行ってしまう。それからもう一つは、その、闘水してしまう自分がやってることに対してみんな、要するに選手も、府警も、学校も、 囲い込むということがありますので成績が上がればそ,れそうすることによるそのリーダーとしての自覚陶酔感みたいなのこれは呪縛ですこれはあの松田それから日体大の,あの高尾という状況がいるんですけども彼らと議論した中で出てきたあ言葉を、まあ、僕が表にしたんですけど、まあ、こういうのは傾向が強いと。 選手の方はどうなっていますか、今度、選手の方を見てみましょう選手の方なんですけど、はい、結局ですね、痛いけども、殴られてるけども、先生の言うことを聞いていれば、勝てるし、成績残せる、だから信じるんだみたいな、これが掘れ込み状況ですね。で、思い出してください、2018年の体操の宮が選手、コーチに叩かれてたという事件がありました。 あの時に宮川選手が何を言ったかコーチは悪くないんです。こう言ってマスケの前前でインタビューしたんです。私はどれだけ叩かれても大丈夫です。であのそのあの状態なんですねこれ、この惚れ込み状態というのは、うん、コーチは悪くないんだ。見えなくなっちゃってんですねもうコーチ以外が見えなくなっているという。ことです、ね、多分そうだと思います。だからあのモールドにはめはみ込むという,う作業です。ね でそれを、えー、周囲の父兄もしくはそのクラブが、えー、支えてしまってるといか囲っちゃってるという状況ですよね。でこれはあのどの競技あも多分対話というあれが出てきたところの強豪校に見られるパターンだというふうに思っています。 ここにあの学校のスポーツの問題があって3年間もしくは2年半で、えー、ある程度の成績を残したりとかチームを作らなきゃいけないという風になった時に即成栽培をしなきゃいけないのでそういうような状況にすると、えー。ヨーロッパとかでは長い目で見てです、ね、子ども、まあ、いい選手をこう育ててくれた一貫教育とかっていうのがこう成り立ってたりとか。 えー、市民クラブだと、まあ、あのジュニアとかシニアとかっていうカテゴリーがこう3年じゃなくてもっと長いスパンでありますよね。だからゆっくりと、えー、開発できるんだけど日本はそういうシステムになってたら学校スポーツですから絶対に勝たなきゃいけないっていうようなことをでやるとあの短い期間の中でとにかく 詰め込まなきゃいけないわけですよね。その後頭で考えるなと。で、こういうことになるわけですよ。で、これはどういう,とう,いうことかというと、兵隊と一緒なんです軍隊というのは物ですよね、人じゃなくて。兵器としての一部として使われるわけですから、個々の人格なんか関係ないわけですよね。 ことが必要になってくるじゃないですかそういうことですねだからそれと同じようなことが状況が形を変えてどこあるということだと僕は思う思います明治に森有紀が学校寮を出して、はい、明治五年ですねでこの時に体育が始まりますね、えー、そうです。はい、その時に兵式の兵隊の体操を取り入れたんですねここではい。 これは兵隊の体操ですから結局肩にはめるとそうすると体育の教師がその兵式体操を各学校に広めてったという背景がありますよね、うん、だから鋳型にはめるのが学校体育の始りだったんですこれ <laughs> ここがですね根っこにあるということを僕らは、えー、私たちはですね知っていかなきゃいけないっていうふうには僕は思ってます うん、あの学校体育というのが軍隊式のトレーニングであってまさに富国強兵を求める時代でしたからあのそういうふうにみんな同じ型にはまったようなトレーニングをしていたっていうのを私も写真でたくさん見てきました。はい、で、えーまあ、それと同じように日本の体育スポーツというのが体育会。 っていうものを中心に行われてきたというところもありますよね。これもまた軍隊的組織と非常に似ているなっていう気がするんですけれども、わ私の時代ですよ。あの大学行くとですね。4年生が神様で3年生が天皇で2年が平民で1年奴隷って言われたんです。でも結局そういう階級が。 その自分の実力だそういうのは関係なくて、そのヒーラルギーの中に入ると、それをもう守らなきゃいけないみたいな、それは当たり前だみたいな状況はありました、今はどうか分かりません、第二次世界大戦を経験して、民主化に移行した日本ですけども、そういう名残がまだ存在しているというようなことも考えられなくもないとは思っています。 私は、去年2020年に NGO の Human Rights Watch があの日本のスポーツ界に警告するということで非常にハラスメントや暴力が多いスポーツ界が日本であると、えー、そういうようなリポートを出されてえさもありなんと思っていました。 やっぱりこのベースには日本のスポーツを支えている根幹にどこかにまだ体育会系いわゆる軍隊的な仕組み、えー、コーチが何かを命令してやらせるとかそれからあの選手同士の年代のヒエラルキーその要素は今でもまだあのヒューマンライツ・ウォッチがワーニングを出してきたっていうことから考えても残ってるんだろうなっていう気はしますね実は体罰とかってするコーチは あの特別な人じゃなくて、普通の人たちなんですよね。で、その瞬間、悩んでるんですよ。え、どうしようのかな、みたいなところがあると思うんです。自分自分もそうだったので、<laughs> カットなった瞬間。なった瞬間、はい。なった瞬間に、迷いもあ、ああって。いっちゃうんだけど、その時に一言声をかけられたりとか。そうか、カートというあれが、なんかこういう話をしていて。 ちょっとその時は声かけてくれよと言ってたよなとか、でそういうような、まあ、ホットラインじゃないですけども、そういう存在になればなというふうに思っていて。考えたら一そのカットした時のコーチに対して、メンターみたいな役、あのそういう時はこうした方がいいよって、サジェストしてくださる、いわゆる、アンガーマネージメントとか、アンガーコントロールとか、ちょっとしたそういうサポートをしてくれるところというのは意外とないもんですね。はい、あの、 あいつと話してもろうみたいな、うん。で、落ち着いてもらうとか。うん、というところですよね。はい、<今>ありがとうございました。ありがとうございました。すすちょっとそれぞれあのたくさんの方があの聞きたいことがいっぱいあるのではないかというような気もしておりますので、はい、野口さん、野口さん、今、聞けますか私は同じ60年代で、お関西で当時。 まあ一番ひどかったと言われた女子バレー会に行った絵、半殺しになった一人です。で、えー、オリンピアでもあります、えーと、その当時も40年も50年も前に、その殴られた恐怖感だとか、引きずり回されたり、髪の毛をつかまれたり、水かけられたりっていう、その恐怖感は、やっぱり一生残るんですよね、えーと、忘れたこともありませんし。 ちょっと男の人が手を挙げるだけで、また自分の中でやっぱり恐怖で殴られるかもっていうものにおえながら、生きてきてましたで今、指導者の立場で、えっと、まあ、大学の教員もやってるんですけれども、今の学生、もう本当に平成生,生まれの学生たちですら、やはりまだ暴力を受けている学生がたくさんおります。なるほど はい、でこれはショックでしたそれとまあ、ちょっとあのもう10年少し前は日本中バレーボール教室という形で子どもたちに夢をっていうことで、まあ、小学生のバレーボール教室等に参加させていただいたんですけれども、まあ、ちょっとバレー界の恥になってバレー界のまたあの方々からソース感食らうかもしれませんけどやっぱり小学生 の中にその暴力が今まあ、ありましたけれども小学生のバレエ界の中にものすごく暴力が充満してたことにすごくあの驚きました小学生に当時比較制度はなかったですね、まあ、昔とった絹塚で近所のおじさんたちに殴られてるっていう状況でしたのでもうそれはもう本当に見ていられなかったですしこんなに幼い子たちが自分がこれほど怖かった場面を共有してるんだと思ったら。うんうんうん この子たちはこの先どういう人生を歩むんだろうっていうことがすごく怖かったですね。人として人間としてその暴力がいかに人を苦しめるかっていうそれがしつけだとか競技の,その指導指導の一環だとかっていうことは今後本当になくなっていくような社会になってほしいなっていうふうに 思っていますで面白いのはあの石田さんと多分ご一緒だったんじゃないでしょうか三谷さんが今あの JBA の方ですねバスケットボールの方の教会のトップになっているわけですけれどもバスケットでは非常に面白いシステムが作られていて。 でコーチが選手に対して人権人格身体的特徴自尊心などを否定する暴言暴力行為を行った場合にコーチはテクニカルルファールを取られるんですでこのテクニカルファールを2回取られちゃったら即そ,そこで失格退場、うん、まあこれはあの試合の時に限る形ですけれどももはやこういうことをバスケでは始めたんですよ。 えー、2023年をめどにその学校、中学校の部活動が、えー、地域に移行します、これ、土日なんですけどね、まずはね。 えー、土日だけまずは移行してそのうち全部部活というのを地域に任せちゃうというないわゆるドイツ型にしていこうとそうなった時に先ほど、えーま、加藤さんのお話の中にはこの暴力っていうのはどこか学校 校の3年間で何とかしなきゃいけないとかあとしつけとかそういうことがあるから起きるんじゃないかっていう話がありましたけれども暴力は減ると思いますでしょうか。私は目的はですねあのー、やっぱりコミュニティに開くっていうことだと思うんです。<laughs> 要するに学校という閉鎖的な空間でえー、っともうその指導者と選手との関係性この狭い閉ざされた関係性だけじゃなくてこれをいかにいろんな人と関係性を持ちながらその地域のコミュニティに 開いていいいてくかととううことがやっぱりすすごい大事だと思うんですねなのでそこでの、ね、指導者とか先生とかとのそのコミュニケーションといいますかそういったところはなんかすごくやっぱり大事で体、まあ、罰っていう面では、まあ、減るんじゃないかなと思うんですけどここがまた、えっと、コミュニケーションなくどちらかがこう支配学校なのか行政なのか地域なのかっていうここの関係性がおかしくなるとやっぱあんま変わんないのかなっていう感じもします。 学校の先生というのは常に生徒の上位に立つということをひっくり返すことがま,まだならないこういう上下関係の中でえ生徒は弱い立場にいるというそういう中でえ絶対にその仕返しができない中での力関係の中での暴力暴言というのは非常に卑劣であってフェアプレーの精神に反するなんてことも言われていますけれどもで、えー、と僕のちょっと知り合いでサカイブレザーズ っていうのを長年ちょっと一緒に活動してたんですから、うんえー、彼らの指導はもう素晴らしいです。僕は彼、えー、ら、えー、選手を引退したらですね各地からもう引っ張りだこなんです指導者として。なぜかというと彼らの指導目的が全然違うんです。上手くなるっていうことを目的にしてないんです。バレーボールが好きになるかっていうところで子どもたちを指導してます、えー。ヨーロッパのクラブシステム年代に応じたあの指導があって例えば、えー、サッカーだったら。えー 10歳まではビッグゲームをしないとかねもうはっきり言うと決ま,決まってるんですよだからそういうきちっと各教会でカリキュラムをきちんと持たれていてなおかつそれでそれをクラブシステムでやっていくということが一つそれが一番あの可能性としてはあるなというふうに思ってますだからえっと2012年の桜の宮高校の時に日本体育学会から依頼されてですね社会学の視点からこの問題をどう捉えるかということで答申を出したことがあるんですが その中で僕はやっぱりがあのスポーツが学校に属していること自体が大きな問題をはらんでいるなぜかというと学校の先生が教えるとどうしてもそこに権力構造を持ち込んでしまうんですねうん、うん、もしもしコーチっていうのは大体サポートする立場なのに権力構造を持ち込まなきゃいけない、えー、加藤さんは、えー、と有名な選手でしたか 私はそんな有名な選手じゃないです。はい。そういう方があの大体あの、暴力を振るわれるんです <laughs> な。なぜ暴力を使うかっていうと、支配するって、先ほどが出てますけども、支配するのに一番必要なのは何かっていうと、所有すればいいんです。このチームは僕のチームだっていう所有権が発生すれば、えっと、それで、えっと、いいわけですね。所有権が発生するというと何かっていうこと、これは鷲田恭官さんが言ってるんですけども、可処分権が始まるんです。 分分権いいいいいううのののはは自分の持っててるももかようにしてもいいだから暴力を使って、えー、それを処分しようとするす。過分権がが働くということが所有の根本的なな問題なんですねだからそこで暴力が発生するというのを、まあ、体育学会の方に報告はしたんですけれどもそういった意味でやっぱりあの学校から離れるというのは一つの手ですけれどもそこで権力,権力構造がコーチという資格というものにもっとってやることときちっとしたカリクラムを持っていると。 この2つが揃わないと、この暴力は根絶しないというふうに僕は思っています。